住み健次郎じ3月15日から2017年4月7日は日本の農林技官、労働運動家、政治家、衆議院議員、三重県渡来郡豊浜と村出身、学歴は宇治山田中学を卒業、その後三重高等農林学校農業土木学科を卒業し、さらに満州大道学院を卒業した、満州国会拓送局などに勤務、従軍して、 陸軍中尉で終戦を迎えた。その後、農林省に勤務して、農林議官、全農林中央執行委員長、日本社会党、三重県本部委員長などを歴任する。1955年2月の第27回衆議院議員総選挙で、左派社会党から立候補するが落選。1958年5月の第28回衆議院議員総選挙では、 左右両派が統一された日本社会党より、旧見え2区から立候補して初当選した。以降、連続11回当選し、30年以上にわたり、衆議院議員を務めた。日本社会党内では、国会対策副委員長、中央執行委員、選挙対策委員長、両院議員総会長などを務め、農林水産部会長、農林部長、 水産政策委員長も務めた農水族議員である。また、衆議院公害対策並びに環境保全特別委員長、同決算委員長などを務めて永年金属議員として衆議院から表彰をされた。1990年の第39回衆議院議員総選挙には立候補せず政界を引退した。2017年4月7日、老水。 人不全のため死去。百歳没。13位に除せられる1989年11月。君一当局日大受賞受賞。ありがとうございます。